フェラーリラフェラーリフェラーリ FXXK フェラーリ FXXK とはイタリアの自動車メーカーフェラーリの顧客向けレース部門であるコルセクリエンティが開発したサーキット走行専用車。行動走行はできない。2014年12月にアブダビのヤスマリーナサーキットで開催されたフィナーリモンディアーリのパドックエリア内において アドックパスを保有している顧客と報道関係者に対して正式に発表した。なお当日には画像が各国のメディア向けに配信されたほか、翌々日にはサーキット内を走行した。またこれに先立ちコルセクリエンティにより購入の予約をした、もしくは購入意向を示している一部の顧客にのみ発表されている。ラフェラーリをベースに FXX の事実上の後継車種として開発された。K は車両に搭載された運動エネルギー改正システムから取られたもの。エンジンは、ラフェラーリの 6262cc 自然9六65度 V 型12気筒エンジンをベースに、最高出力 860PS、9200RPM、最大トルク720十七メートル、6500、 RPM にパワーアップし、HY カーズシステムで 140kW をアシストし、全体で 1050PS、900ナノメートルを発生する。ピレリ製の専用の19インチスリックタイヤと、ブレンボ製の専用の体型カーボンセラミックコンポジットディスクブレーキを搭載している。行動では走行することができない。また、価格は非公開である。 2017年10月29日にフィレンツェのスタジオネ・レオポルダで行われたフィナーリ・モンディアー・リのガラディナー会場においてカナード追加とリアウイング形状変更により空力特性が改善されたエボバージョンが招待客限定で公開された。なお、同バージョンは既存のモデルへのパーツ取り付けという形で提供されるほか、最初からパーツが組まれた形での新規車両の生産も 若干数秒割れると発表されている。コルセクリエンティが開発、販売した過去のサーキット走行専用車の FXX や 599XX、F1 クリエンティの既存顧客、フェラーリチャレンジにシーズン参戦しているドライバーを中心とした世界中でもごく限られた顧客のみに対して32台のみが販売され、2015年より納入されている。 ありがとうございます。